のび太の牧場物語、縮めてドラボク2。こちら皆さんプレイされておりますでしょうか？っていうかなんかロード長くないか？まあいいや。そういったところでやっていきましょうか。で、こちらのドラボク2、様々なことが今ネット上で言われております。まあ詳しくはですね、Amazon のレビューとかを見ていただければ非常にわかりやすいんじゃないかなというところですね。で、率直な意見としましては、ドラえもんとのび太いるか？いや、牧場物語は牧場物語。ドラえもんはドラえもん。これで独立したゲームにした方がいいんじゃないか。それより、新作の牧場物語がやりたかったんだみたいな意見がかなり多く出回っております。まあ、多くの方がそういった意見なのかな、どうなんでしょうか。ただ、個人的にはですね、まあドラボクはドラボクとしてかなり面白いゲームじゃないかなとは思いますね。そう、このゲームね、騙されたと思って皆さんやってみてください。評判より面白い、これ間違いないわ。実際にやってみると、あれ？なんか思ってるより面白くねって思うので、ぜひ皆さんやってみたらどうでしょうか。いや本当にこれね、やってみた方がいいと思うよ。ただ一点注意点としましては、まあ、他の動画でも言ってるんだけどさ、あんまり牧場物語って感じがしないので、牧場物語をやるぜっていう感じではやらない方がいいと思います。全くの別ゲーっていう認識でやるんであれば全然問題ないと思うけど、おそらく牧場物語だって思ってやるとかなりギャップがあるゲームとなっておりますので、個人的には全く別のゲームだと、まあ、そういった認識でやるのがいいのではないでしょうか。まあそのような形で思っております。いや本当にそれなんですよね。まあのび太の牧場物語、なんだろう、まあ正直あんまりね、発売前から評判良くなかったんで、まあ結局のところどうなのかなと思っていたんですが、ただ面白いわ。なんだろう、ゲームとしてね普通に面白いんですよ。なんでだろうね。何か具体的に面白いって聞かれても回答が難しいんだけどさ、まあ、教えてあげるんであればストーリー性かな。そう、このゲームですね、実は牧場物語ではあるんですけど、ストーリーがあるんですよ。むしろメインのストーリーがございまして、まあそれに沿って、まあ、やってくって感じでしょうかね。まあ例えばさ、まあ通常の牧場物語、まあ本家の牧場物語っていう言い方の方が正しいか、まあ本家の方であれば、なんだろうな、まあガチのスローライフ、いつ何をやってもいいみたいな感じじゃん。まあドラボクとかもさそうなんだけど、基本的にはシナリオが決まってるわけよ、ドラボクの場合は。ただ通常の牧場物語ってシナリオ一応あるようでないじゃん。まあ敷いてあげるんであればそれこそ、まあ恋愛関係みたいな感じかな、まあ、結婚関連とか、まあそこら辺のイベントぐらいしかないわけなんだけど、固定化されてるイベントがねかなり多いんですよね、このドラボクって。まあ、そこが非常に面白いなと思いました。まあ、他のゲームではなかなかないよね。で、こういった形でやることメモっていうものがございまして、まあ、いわゆるクエストみたいな感じなんですよ。で、これらをクリアしていかないと、メインのストーリーが、まあ、あれなのかな？まあ、進まないって感じなのかな？今のところは。まあ、確か前作も同じような仕様だったみたい。コメント欄見てると。まあ、なかなか特殊ではありますよね。だってさ、本家の牧場物語でこのような仕様ないもん。だからこそちょっとギャップに思うところがあるかもしれませんが、ただストーリーがねかなり面白いね。あとプチイベントであったりとか、メインのイベントであったりとか、まあそこら辺がですねかなり多くこちら組まれておりますので、飽きが全く来ないんですよ。まあ簡単に言うとワンパターンじゃないんですよね。まあそういったところが非常にいいなと思いました。さあ、ということで、のび太の牧場物語やっていきましょうか。ちなみに、グラフィックに関しましては、ぶっちゃけ、オリーブタウンと希望の大地。一応こちら、牧場物語シリーズの最新作となってるわけですが、それよりいいと思うわ。そう。あとね、全くフリーズしない。で、ロードもですね、ちょこちょこ入るんですけど、めちゃくちゃロードが入るかって言われると、そうでもないからさ。まあ、ストレスなく遊べるかなって感じ。まあレビューとか見てると、ちょっとロードが長すぎるわ、ロードが多すぎるみたいな意見が出ておりましたが、ただ個人的にはそうは思わないかな。はい。あとこのゲームですね、好感度上げるのがとても重要になってきます。
で、こちら見ていただければ分かる通り、やることメモ、そうなんですよ。やることめっちゃあるんですよね。それが大変なんだよな。で、この好感度上げるのが大変でさ、じゃあどうやって好感度上げるのかっていうところなんだけど、他の動画でも言ってたけどさ、まあ、基本的には喋れば好感度が上がりますね。ただ逆に言うと、しっかりと喋らないと好感度が上がらないからさ、これまた大変なんですよ。で、どこでもドアがね、ちょっと待って、牧場に置きっぱか。そっか。これ置きっぱにすると、それはそれでまためんどくせえんだよな。よし、帰りましょうか。まあ、そんな感じですかね。ただ、牧場物語、年明けに確かワンダフルライフの、リメイクかな。そちらが出ることになるかと思いますので、自分もですね、ワンダフルライフ実況する予定でございます。ですので、もしよろしければ、牧場物語好きだぜっていう方は、チャンネル登録、よろしくお願いします。そして、高評価もできれば、ポチッと押していただけると非常に嬉しいですね。ぜひぜひよろしくお願いします。ところで皆さん、本家の牧場物語、ないしはこちらのドラボク、どちらが面白いですか？いや、本当にね、全くの別ゲーだからな。まあ、比較するのが難しいところはありますけど、ただ、どちらのゲームも正直面白いよね。ってな感じでございますけど、ちょっとね、今、好感度上げを頑張ってるところなので、確か8時になると出てきてくれるはず。そう、ここの家の中入れないですよ。で、あと2、3分ぐらいかな。あと、時間進むのが遅いよね。なんか、ハーベステラやってるとさ、全然違う感じがするんだけど、そう、それなんだよな。ハーベステラ時間過ぎ去るの早すぎないか。マジであのゲーム早いわ。お、出てきたね。こんにちは。で、ね、待てよ。ちょっと待ってくれよ。お前待ってくれよ。これをプレゼントしたい。で、これか。で、やつが来るまで待っておきましょう。あれ？来ない？入れ違い？あ、入れ違いか。で、物をあげるとね、2回交換であげることができるので、お買い得でござるよ。よいしょ。で、あとは、ちょっと待ってよ。これ、ハーベステラやってからさ、ドラボクやると、なんか、難しいな。そう。たまにミスってしまいますからね。っていうことで、どこでもドア回収しないといけないので、戻りましょう。ドラボクか、ドラボク。ただ俺さ、ドラボクやってみたけど、やっぱり普通に面白いよね。絶対これはね、やった方がいいと思うわ。おお！お前ナイス！殿様バッタを捕まえた！俺捕まえようと思ってたのに。あと相棒がいるのがでかいよな。しかもこの相棒がね、めっちゃ優秀なんすよ。そう。めっちゃ優秀なんすよね。俺がサボってても相棒がやってくれるからな。ハーベステラと全然違うわ。ハーベステラに関しては、味方めっちゃニートするからな。ほんと勘弁してほしいぜ。で、一日のルーティンみたいな感じになっていて、そう、挨拶回りがこのゲーム重要なんだよなぁ。いや、マジ大変ですわ。で、あとね、雑草が地味に高値で売れるから、ちょっと金稼ぎのためにむしっとくわ。むしるっていう表現が面白いよな。で、ペンギンどこ行った？ペンギン。ペンギンどこ行った？ペンギンここにいるはずなんだけどさ。ペンギン、ペンギン。ペンギン殿はどこ行った？なんかさっき一覧にした気がするけど、おらんかったっけ？一応アイコン出てるからここにおると思うんだけど、どうなんでしょうか。これミニマップさ、左下に表示してほしいな。なんか前作も表示されてなかったみたいなんで、なんかここが不満点としてよくコメント欄で上がってますね。それなんだよな。あれ？ペンギンいないか？ちょっと中入りましょうか。あ、いた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 。いた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 。あれ？あれ、なんでロード入った？あー、なんか入っ、うおー！何？適応と？新しい道具？なんすかこれ。この光を浴びるとどんな環境にも対応できる、マジで。お前すごいな。そう、すごい道具ね。これまでの常識がひっくり返るわ。いや、それな。お前何もんやねん。今使っても何も起こらないけど、例えば海の中に入るときに使ったら息ができるようになる。マジで。やばすぎやろ。ぶっ壊れすぎないか。すげえな。
いやー、俺は欲しいんだけど。おお、なになになに、ドラえもんとルアナってお前さっきルアナと喋ってなかった？のび太くんが率先して牧場の仕事をするなんてママに見せてあげたいな。いや、やってるじゃん、いつも。おめえだれやってないの。お、どうした、ルアナ。もう少しの間秘密道具を見ていたいのだけれど、それからじゃダメかしら。なんかエロい目してるな。研究する方が向いてる。なるほどね。まあ、とりあえず、ルアナを連れて行きたいところ。っていうか、好感度持ってあげないといけないんだよな。なんかコメント欄であったんだけどさ、ハートがどうやら5か6ぐらい必要らしいわ。いや、5か6って結構大変だよな。どんぐらい時間かかるんだろう。好感度なかなか上がらないな。なんか今思うとオリーブタンと希望の大地ってさ、めっちゃ好感度上げるの簡単だったね。お、なんか談笑しとるな。お前ら参考一か。何これ、ルアナの好感度上がるあれなの、イベント関係ないか。あ、ルアナの好感度が上がったからこのイベントが発生したって感じなのかな。ちょっとあんたたち遊んでばかりいないで早くやってしまいなさいよ。待って、俺に大根くれよ。何を言ってるのよ。さっきから見ていたけれど休んでばかりじゃない。バレたか。二人でやっているのにとても効率が悪いわ。ほら、別々に作業した方がいいわ。行きなさいったら。怒ってるじゃねえか。お姉ちゃん怖えな。もうさあ、私も早く終わらせないと。可愛くない？うちのマスコットやな。ジャイアントスネ夫に勝っちゃった。なんかこんな感じでイベントがちょこちょこあるんですよ。まあどちらかというと牧場物語が好きだからやるっていうより、ドラえもんが好きだからやるっていう人の方が多いんじゃないかな。ただこのゲーム結構よくできてるよな。なんかどんなゲームかと思ってやってみたんだけどさ、普通に面白いよな。うん、まあ牧場物語って感じはあんまりしないけどさ、ただ普通に面白いっちゃ面白いよね。うん、そんな感じやな。あと、ロードがね、ちょこちょこ入ってくれるのはいいんだけど。おー、ルアナと静香ちゃんの二人が仲良くなる。お、お、お、おー、強くてかっこいい。完了したらしいわ。あと、サブクエがね、結構あるんですよ。で、ルアナ、いた、お前、早いんよ。おはよう。早いんよ。ラストあげちゃダメだな。トン様がってあげるか。これさ、値段によって、なんか、喜ぶ頻度っていうか、好感度の上がり方って違うのかな。いやー、厳しいな。ルアナ3になっとるわ。シルフ、トトン、ピコ。いや、厳しいですね。で、シルフどこ行った？シルフ。シルフにも喋りかけないといけないんだけどさ。結構時間かかりますよね。モーモー通りか。オッケー、行こうか。地味にさ、フィールド広くないですか？なんか、移動速度アップみたいなないんかな？例えば、ローラースケートみたいな。確かドラえもんの道具でありましたよね、本家の方で。どうかな、マジでそれ欲しい。あー、だけど仕方ねえな。ちょっと物あげたいけどさ、あげられるものがないからさ、あれなんだよな。あげられるものがねえから、ちょっと待ってくれ。出荷箱じゃねえわ。まだ午前10時なんだ。長くねえ、一日。これ銅鉱石とかさ、喜んでくれるんかな。石材とかどうなんだろう。これどうなんすかね。いや、喜んではくれないか。何喜んでくれんだろうね。船主とかどうなんすかね。ダメか。まあ、一応持っとこうか。あり、まあ、安いやつはちょっと、積極的にあげようかな。いらないしね。で、蝶とかなんか喜んでくれた記憶があるわ。そうだね。まあ、ここら辺かな。まあ虫とかあげたらいいんじゃないかなって思うんだけど、どうでしょうか。まあとりあえずこんな感じでござるよ。うん、そんぐらいだよな。木材とかあげて喜んでくれんだったら嬉しいけどね。っていう感じでござる。で、まあ、そいつはそのままでよしで。で、今からあの男の子をちょっと追いかけましょうか。ちょ、間に合うかな。じゃあ、あいつ足早いよな、結構。で、こっち側に確か行ってたはず。どこだ？どっちだ？どっち行った？
ちょっと待てよ。上か。これミニマップ広げにくい。あー、待って、早っ。フリアイガーか。こっちの方か。早いな。で、ついでにちょっとね、どこでもドアがございますので、これも回収していきたいね。大丈夫。で、どこ行った早くない？あ、いたいたいた。めっちゃ足早いな。で、こうで、こう。よいしょ。で、オッケーか。あと、魚釣った方がいいね。魚釣って、いらない魚をなんかあげるみたいなイメージか。多分、それの方がいいんじゃないかな。まあ、とりあえず今日の動画一旦終わりましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方が、もしもいらっしゃいましたら、ぜひ、これを機会にチャンネル登録して、これからも、ドラえもんの動画を見ていただければ幸いです。もはや、牧場物語というか、ドラえもんの動画だな。ってことで、お疲れ様でした。バイバイ、じゃの。おやすみ。